逃げた。うわ、ライオみたいな。でも仏道場寸胴でしょ、ぶっといでしょ、マムシみたいな感じ。あ、逃げる、逃げた。あれどこ行った。島道場。ほら、はい、今日もガサガサで生物観察をしていきます。ちょっと雨で増水してるから難しいぞ。やっていくか。これ川の中入っていけないから、増水して水深があるから。まず一発目は、お、いない、まさかのアメンボがいるぞ。エビもいた。エビ持って帰ろう。タガメの子が食うぞこれ。南沼エビだな。あ、ほらヤゴもいる。ヤゴほら、あ、ヤゴヤゴ小さい。ほらエビエビ、シュリンプシュリンプ。あ、これあれだ、スジエビスジエビスジエビ。ほらこれもタガメの子が食うんだよ。もうちょっと浅い場所に行こう。ちょっとだけ。そしたらここに枯れ木がいっぱいあるから、これが障害物になってて生き物がいっぱいいるだろう。よし、あ、なんか今タガメっぽいんがいた気がした。あ、なんか動いてる動いてる。うわ、あ、ほらカエル、きれい。ああ待て、よし捕まえた。綺麗なカエル、ほらアマガエルか。あ、アマガエル、あ、登る登る。これダメだな、逃げちゃうな。逃げちゃうから、うん、いや、バイバイ。あ、エビエビ、やったー。これは、あ、南沼エビ、子持ちだ。やったー、よしよし。あ、ヤゴ、ヤゴがいっぱいいる。あう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。寸胴だから仏道場かな。なんかこれバッタが入ってるんだけど、バッタが紛れ込んでる。これ、お、逃げた。あとは、わあ、すごいな、ヤゴがいっぱいいる。ほら、トン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 、ヤゴだらけだ。今魚っぽいのが見えたぞ。道場、ドジョウだ。よっしゃ。お、エビエビエビは今日は、あれ、やわらかい。あ、脱皮したてだ。あー、やわらかい。このエビもやわらかい。ほら、このエビもやわらかい。あ、これヒゲが長。うん、やわらかい。これが脱皮したてのエビですね。すごい柔らかい。よし、あっしゃー、土壌だ。サイズアップ。うわ、サイズアップ。これは仏土壌。これでかいエビもいるよ。こっちで足が刺したら捕まるだろう。ほら、おお、カエルカエル。あー、これはツチガエル。おっしゃー、
あ、逃げた、逃げちった、逃げちった。またバッタ、お前コオロギか。なんか今うじゃうじゃいたんだけど、今足がさ同じとこやったらうじゃうじゃ。あれ、ものすごい数が入って暴れてた気がしたんだけど、ほら、いた、いた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 、いっぱいいっぱいいっぱい。全部同情だ。4匹、1、2、3、4、4匹見たところ。あ、5匹いる、5匹。よし、やったやった、いっぱいいるな、ここ。ヤゴも入れちゃうか。ほら、ここ下が土っぽいところだから、やっぱ土壌が集まってたんだな。カエル、さっきのカエルっぽい。ほら、逃げた、捕まえた。ほら、あとはちっさ、ちっさ、なんだろう、土壌の子っぽい。あ、土壌の子だな。メダカ並みに小さい。あとこれ、ほら、これオタマジャクシ。あ、ヤゴだ、でか、中サイズか。あ、違う、これ見て、これヤゴかと思ったら、これ白いとこ抜け殻だ。抜け殻のヤゴでした。浅いところの際を狙う。下はすごい泥だな、土壌が好みそうな。オッケー、どう、どうかな。小さい土壌でした。うわ、すげえ賑やかだな。こんなに取ってた。あ、まだいる、まだいる。これも小土壌。取れた。また土壌だな。サイズはいい感じ。ちょっと移動するか。ちょっとだけここやってみよう。ここがちょっとね、隠れ家になってるから、足型のがいいか。たたたたたた、しゃ、よっしゃよっしゃ。これ何、 DVD。 いたいた、土壌、土壌とオタマジャクシ。でか、でか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 。あっしゃー、2度目はいるんだ、いるんだ。ちょっと違うか、違くはない。これも道場。うわ、ライオみたいな。でも仏道場、寸胴でしょ、ぶっといでしょ、マムシみたいな感じ。あ、逃げる、逃げた。あれ、どこ行った、どこ行った。あれ、いた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 、ちょっと、いた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 、あっぷん。お、危ねえ、コンクリ。あ、ちょっと、ちょっとあったかい。土壌、土壌ですわ。綺麗な土壌が取れた。島土壌。
ほら、すごい柄。はい、本日のトレガガ、ほぼ土壌。土壌でも仏土壌と島土壌とそんくらいかな。魔土壌もいたかな。あとオタマジャクシとエビと、うわなんだこれ、これでもよくいるんだよな、このカワムシ。このカワムシもよくいるんだよな。人によっては気持ち悪いかもしれない。ちょっとあの汚れ取ろう、汚れ取って見やすく。いつもごとく黒い雲がやってきたな。こんな感じで土壌が多い、ほら土壌が多いで、エビにヤゴで、オタマジャクシ。なんか種類違うな、あれ2種類いるけど、これ種類違うな。おお、集まってきた。そしてあれだな、土壌ばっかりでアブラハヤとか口細がゼロ。ほら綺麗な、これ綺麗な土壌、島土壌、島土壌でしょ。終わります。